さらばダイレクトアタック。さよなら。うわあ、勝った。いやもうまたデュエルしましょう。最終戦はその場で引いた50バックのカードだけでデッキを構築し戦う、まさに真の実力を推し量る特別戦。違う、こいつじゃない、こいつじゃない。勝った。勝ったわ。あ、また来そうですね。あ、これは R なんかな。いや、ちょっと良すぎて逆にどうしようかなと思って。小林とツンツンによるガチンコ勝負、果たして勝者はどっちだ。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。まあ、こちらの方がね、実力が出るんで。そうですね、確かに。まあ、僕の方が上っていうことをね。順位は下やけど。確かに順位は下だったし、はいはい、アコさんに負けてしまった。でも、はい、でも、はい、ここで勝ったら多分もう全て変わる。そうですね、はい、いやいや、もう帳消しって言ったんですよ。それ言い過ぎ。まあぜひ頑張っていただきたいと思います。さあ、小林さん対してツンツンさんと同じようなデッキになってるんじゃないかなとは思います。あ、なるほど、まあ、似たタイプのデッキになっているんじゃないかなといったところでしょうかね。はい、ただまあ今まで本当に尊敬していたツンツンさんとこうやって公式で戦う場を設けていただけたので、じゃあ本当にちょっとなんか変な笑いが起きてますけど大丈夫ですか。いや、勝ちたいなと思って。あいつバカにしてるぞ。そういうとこあるんですよ。それでは一発勝負の特別マッチスタートです。お願いします。お願いします。まあこれはほんまに勝つ。どんなデッキになるのかちょっと楽しみですよね。ああ、でも天井院ってことは儀式じゃないですか。あ、そうなんですかね。儀式カード確かに入ってましたっけね、あそこのデッキ、あのパックには。まあ、マハードとか入ってたようなデッキだと思うんですけど、あえてキャラで錯乱しに来てるっていう可能性もありますし、あとスキルも自由なんですよ。あ、そっかそっか。そうなんですよ。なので何のスキルを使うかっていうのも結構注目度が高いかなと思うんですけど。そうですよね。さあ、小林選手対して、さあ、まあセット入りですね。さあ、全くどんなデッキか分かりません。カードを2枚セットし、お消極的な入り。さあ、お互い消極的な入り。うん、まあでもちょっと攻めっ気ないんでね。あ、お互い攻めっ気がないデッキなんでしょうかね。なんだったらチャンピオンなんだったら攻めてほしいんですけど。さあ、チャンピオン言われてますよ。駆け引き。もうその誘いには乗らないです。おっと、チャンピオン冷静。尊敬するって言ってるんだったら、まあ、そのなんか口だけやったらね、自由なんで。そうそう、まずお前から攻撃しろよと。いや、もう間違いない。でもって言いながらもう一切攻撃しない。さあ、全く同じ展開。ターンエンド、戦略的な、戦略的ターンエンド。そう、本当に挑戦者としてちょっと攻めてきてください。挑戦者として。いや、これ読めないな。まあ、大丈夫ですよ。多分彼はこの、はい、そろそろもう手詰まりになってくるはずです。お、でも僕はまだまだ奥の手があるんで。奥の手があると。だから攻めて。あ、おっと、高森の使徒反転召喚。なるほど、はい、このカードは攻撃を、されて、相手のモンスター攻撃によって破壊された時に、うんうん、あっと入ってますよ、大丈夫ですか。間違えたんじゃない？もしかして。あって言ってますよ。大丈夫ですか？マジで？ちょっと待って。あって言ってますよ。赤。大丈夫ですか？赤って言ってますよ。大丈夫ですか？うまくデッキ作るね。さあ、墓森のバンペの方向によって持ち主の手札に相手のモンスターを戻します。さあ、新キロ召喚。タイム。さあ、レベル7ですね。レベル7。さあ、カラクリと墓森で何を作ってくるんでしょうか？いや、もうこれ異能者。じゃあなんか、あ、そうか、そう、シンクロですから。そうか。そうです、デストロイ侍をシンクロ召喚。まあ、大丈夫ですよ。お、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。これリバースモンスターかなんかじゃないんですか、これ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。モンスター効果とか出ませんよ。あかん、ちょっと待って。さ
止まってます。さあ墓守の万平の攻撃が通るか。ちょっと待ってくださいね。いやまあここはそのウェーブフォースないでしょ。それ分かってるんですよ。ウェーブフォースないでしょ。ずるいぞ。じゃあそれだって当たり前ですよ。だって僕もだってそんなん急に出てきたらおかしいですよ。さあ私のターン、ドローカード。さあツンツン選手、モンスターを勝利されてしまった。さあどうする。このカード持っていますか。チョコマジシャンガール UR カード。チョコマジシャンガールを攻撃表示で召喚。チョコマジシャンガール、あっあ最高です。これも魔法使い族のサポートなんですよ。墓地の魔法使い族を相手に攻撃された時に特殊召喚して相手の攻撃力半分にするというですね、あの中学生が考えたかのような効果があるんですよね。これは強いです。恒例の儀式。さあ恒例の儀式の効果発動。あちょっとプレミした、うん、さあちょっとプレミしていく。さあ墓地の墓守モンスター1体を特殊召喚していきます。こいつ墓守の末裔を特殊召喚。さあ墓守の末裔を特殊召喚していく。さらに俺のバトルフェーズはまだ終わらない。黒魔術のベールを発動。さあ黒魔術のベールの効果によって墓地の魔法使い族モンスター1体を特殊召喚。1000ライフポイント払い。俺は墓地にある墓守の使徒を特殊召喚。さあ特殊召喚していく。さらに注意したいのはデストロイサムなら効果で墓地に送ってもまた復活するというところですね、うん、ほんまや。大丈夫ですか。あいつ強い。選手大丈夫ですか。こいつ強い。さあ大丈夫でしょうか。墓守の末裔効果発動。さあ墓守の末裔効果、人を送って、後ろだね。人を墓地に送っていく。さあ、そこでバックのカードを、後ろの伏せカードを破壊していきます。もうね、だんだんね、あのツンツンさんの声が高くなってきて、はい、アッコさんみたいになってきてる。何これ。モノマネできると思います。ちょっと後で伝授してみましょう。アッコさんできると思います。ではバトル。さあ破壊されたのは次元からくり爆弾。すごいカード入ってますね。次元からくり爆弾。チョコマジシャンガールで攻撃。さあチョコマジシャンガールでかわいい墓守の万平さんを攻撃していく。さらにさあ戦闘破壊されていく。ターンエンド。さあただしこれデストロイ侍がかなり重い気はしますね。このモンスター本当に強いです。効果で破壊されても自身の効果で、そうです、戻ってこれます。効果でフィールドが離れた場合墓地の機械使いモンスターを特殊召喚するという効果を持ってますので、そうです。これはですね、なかなか辛いか。これはよろしくない。さあデストロイ侍で攻撃されて末裔を破壊されていきます。さあ残りは1本くらい。900こんなはずじゃない、こんなはずちゃう。自分のターンに生きてる時の安心感よね。そうですね、確かに相手ターンだったらちょっとなんかされるかもってなるけど、そうですね、そうです、確かに。さあ天井員アスカ、スキルは何なんでしょうかね。そしてなかなか難しいですね、予想を立てるのが。お互い何にもまだね。そうですね、あとこの丸藤生姜はもうなんかそのスキルが全くわからないですね、うん、いやー違うね、違うね。俺がしたいのそうちゃうね。アスカさんやん、もう違う。いやー、いや考えよう。違うのやったらちょっとしたいことしてください、ほんまに。さあ煽っていく。チャンピオンに煽りが入っていく。いや、こいつ倒さなあかんな。オッケー。あ、待って。よし。さあ、新色の効果発動。作戦が立てられたようですね。さあ、墓守の新色を攻撃表示召喚し、新色の効果。さあ、これによって末裔を、さあ、墓守の末裔を墓地からもう一度特殊召喚していくと。特殊召喚。これ、末…あ、そっか、でも、そっか、こっち側だもんね。あの、万平入れてたのは。そうですね。末裔の効果で、ここリリースして、こいつ多分倒せないと、もう俺生きていけない。あー、なるほど。さあ、セットモンスターは効果で破壊していく。さあ、破壊されたのは、リバースモンスターの墓守の偵察者。さらに、モンスター効果発動。1枚墓地に送って、さあ1枚墓地に送ることによって1枚カードをドローしていく。いいカード引いた。もういいカード引いたと言っていますよ。カードセット。ただし残りライフポイントが900というのは気になりますね。関係ないですよ。お、そんなの関係ない。お、多分自信ある感じ。大丈夫でしょうか。大丈夫です。ターンエンド。おっと、ちょっと自信がありそうなカード。ターンエンド。さあ小林選手、うん、小林選手も真剣です。何かね、あそこまでね余裕出してるってことは何かまだ何かある。一発かましてきますよ。そうですね、そうかもしれないですね。見ててください。お、お大丈夫です。さあ頼もしい。
俺のチョコマジガールがアドを一生取っていくんで大丈夫です。これがブラフでないことを祈りますが、さあ伏せカードでしょうか。スタンドイン発動。さあ スタンドイン、なんだこのカード。自分のモンスターをリリースして相手のフィード上のモンスター一体を特殊召喚すると加えて、今ミラー戦だから。さあ墓守の人、墓守の人は攻撃されて破壊されると、墓守と名付いたモンスターを裏側守備表示で特殊召喚するという効果を持ってます、うん、さあここからです、はい、あさあそっちでいいの、そっちでいいの、さあいいのそれで。ともによっと恒例の儀式発動。さあ恒例の儀式の効果を発動。さあ恒例の儀式の効果によって墓地の墓守モンスターを墓守の使徒を特殊召喚。さあ特殊召喚していく。さらに手札よりカラクリ守衛出た、きた、ダイナを来た、通常の召喚。さあこれは似たような盤面になってくるんじゃないでしょうかね。これ面白いな、なかなか見ないカード。いやいやいや本当にサイザンをチューニングしてシンクロ召喚。そうですね、なかなか見たことないですよ、現れいでよデストロイサムライ。さあデストロイサムライ来た。やっぱ考えること一緒でしたこの人。さあやっぱり日本代表同士考えることは結構似てますねこれね。ただ、はい、僕のフィールドには今、はい、チョコマジシャンガールがいます。確かに、そう戦闘では圧倒的にこちらが有利。確かに確かに。チョコマジシャンガール引いてますか、引けてますか。さあ追っていく。引いてるんでしょうか。いやでも UR ですかね。でも僕カオス操作の引いてるんで。俺これはブラの掛け合い。このメインボックス実は光属性モンスターがあまり入ってなくてカオス操作が出せないという問題も抱えております。じゃなんで入れたんすか。カードセット。でもこうやって見てるとよくさっきそして勝てたなっていう。バトルめっちゃ強いやんツンツンさん。そうですね。さあツンツンさん、デストロイサムライで攻撃。さあまずはデストロイサムライ、デストロイサムライの攻撃と。そうなるよね、はい、これで相打ちを取っていきますね。やっとデストロイサムライが、ま勝利できましたので。そっか本当やっとやっとやっと本当にやっとって感じですね。そうですね、攻撃しないっていうのもね。そうですね、うん、しかも僕はまだスキルを使っていない。さあこの意味が分かりますか。スキルは何なんでしょうかね。当たりだろこれ。スキルは何なんでしょうか。アスカのスキルですよ。アスカのスキルか。ちょっとまさか本当に可愛いというだけの理由で、はい、アスカを使っているとでも。さあ小林選手その煽りには全く屈しないガラスの目で盤面を見つめております。ガラスすぎん。何でしょう、ガラスすぎんと言われました。勝ちたいんですよ僕は。さあチャンピオン負けるわけにはいきません。さあセット、カードを置きます。セット、さっきまでのデュエルであの煽りまくってたの嘘だったんだって。この真剣度見たら分かりますね。チョコマジシャンガールの効果発動。1枚墓地に送って。少しツンツンとかいろいろありますね。いやいや本当そうだ。きたー、よし墓守の新色を。さあ新色を攻撃表示。通常召喚墓地から墓守の末裔を。さあ末裔を手札に、手札じゃないわもう何でもいいや。全国に特殊召喚していく。さあ末裔の効果発動でしょうか。末裔の効果発動。この新色と末裔の効果がもうコンボがもう、撃破。よく使いますけどこれ。さあセットカードを破壊していく。新色を破壊。ブラフやん。さあブラフでした。小林選手ブラフをセットしていました。ブラフや、おかしい。さあただ松江と、ブラックチョコマジシャン、ね、チョコマジシャンガールは残っていますので、ここ相手ね、あの松江を潰さない限りもうずっと僕がアドを取り続けますから。ただね手札まだね小林さん3枚もあるんですよ。そうですね、カードの枚数的には結構まだまだありますね。対してねツンツンさんが1枚しか。大丈夫ですか。お、いやちょっと。あれこれまずいのでは。まだまだ俺には伏せカードがある。確かにまだ、あー伏せカードから割った。あまずいのでは。しかもなんかスーパーブラフ、超ブラフカード、フロマジのベロをなんかセットしました。ちょっとおかしい、ちょっと待って待って待って。さあ恒例の儀式発動。こいつよ、墓の新色の効果、墓守の新色の効果、特殊召喚に成功した場合墓地の墓守モンスターを特殊召喚していく。ずるじゃん、ずるじゃん。ちょっと待って、これ
ないない、ポイントは900。そして箱盛りの松江の横にいる箱盛りモンスターは2体。さあ箱盛りの松江の他は1ターン2ジロン制限がない。なんでこのモンスター1ターン2ジロン制限がないんだ。ちょっと待って、やられる前に一言だけ。俺のくそー、一言だけ言わせてくれ。この勝負負けるのはジャッジャオノト。さあこれは一気に肩をつけた小林選手の勝利と。すごい、おー、マッチ勝者は小林周平選手。なんかすごい、やっぱり S やったんですね。いや、ちょっといかがでした。いや、多分僕の作戦聞いてましたよ。いや、全く聞いてない、全く聞いてない。聞いてました。先ほどやり取りしてましたもん、結構。そう、そういや聞いてんなと思ったちょっと嫌な気持ちになりました。なんかどうでしょう、勝ったのに嫌な気持ちになりましたということで、お二人に大きな拍手をもう一度お願いします。コナミ